皆さんどうも、家の Wi-Fi が回線落ちして投稿が遅れた霊夢です。今回はシンプルにかわいそうだと思う、マリサだぜ。ということで今回はダンカグが年末に情報を出したので、それらの情報をまとめていくわよ。それじゃあゆっくりしていってね。それじゃ最初にノーツについて触れていこうと思います。よく見ると黄色ノーツのデザインが2種類あるな。そうです、黄色ノーツが2種類あります。左側が初期設定のタイプ1のノーツで、右側がアップデで追加されたタイプ5のノーツですね。ところでマリサさん。なんだぜ？このファンタジアロストで緑ノーツ見ましたか？前回の動画では見てないし、確かに見たことないな。そうです、現状で出る情報で緑ノーツがある譜面、2つだけなんです。しかもその譜面は差し指に見れた、Steam とクラファンのページに載ってる譜面なんですよ。それ以外に緑ノーツがあるとこないし、年末でわざわざ緑ノーツ見せないあたり、緑ノーツ消されて同じ能力を持つタイプ5黄色ノーツか、単にノーツの設定の自由度が高いかのどちらかでしょう。ダンカグといえば緑ノーツのとこあるから、緑ノーツはなくなってほしくないな。それじゃあ次は新カードについて解説しようかな。え？新カードって、前回の動画でもダンカグ放送でも言ってたじゃないか。ああ、これらのカードと違って、今回新しいカードは、前回最後に初期のカードがたくさんあったとこあったでしょ？そこに2枚追加されたのよ。ああ、ここの視聴者が減った部分ね。私たちの動画何も喋ってないからしょうがないでしょ。まあそこで追加されたキャラが、この2枚ですね。見た感じ両方 SSR っぽいな。まあこのゲーム SR でも絵柄 SSR のもあるけどね。左のカードは豊里耳の巫女ですね。イラスト的に CO 属性のスコアアップっぽいですね。イラストでカードの能力考察しないでください。みんな一度はやるでしょ。右のカードはプリズムリバーのジジュメルランですね。プリズムリバーは長女しか SSR なかったから、追加されて欲しかったな。あとこのカードスコア的に強いカードになってそう。確かに強そうなイラストだな。そして前回の動画で触れれなかったけど、右下に会話シーンの UI がありますね。ボタン的にパッドだな。オートやスキップあるのとデザインもいい感じですね。それと公式さんが白霊の巫女は5時ですと言ってましたね。どっかの誰かさんは深読み考察してたけどな。いやー誰なんでしょうね。と今回出た情報はこんな感じかな。あ、それと、登録者100人と1万再生ありがとうございます。いやーここまで再生するとは思わなかったな。これからも動画投稿していくと思うので、よかったら動画見てね。ご視聴ありがとうございました。バイバイなのでー。